はいどうもめチャンネルです。本日はですね、冠婚葬祭やレストラン、ホテル事業を営む日本セレモニーさんとマリオットの方からですね、名古屋で開業予定のティアドというホテルブランドなんですけども、ティアドがですね、オートグラフコレクションとして開業するという発表がありましてですね、急遽動画を撮らせていただいております。いやー、マリオットで来るかという感じでございました。 あティアードさんって昨年からですね、まあ、情報としては出ててですね、結構ね、ラグジュアリーな感じだったので、気にはなっていたんですけど、この度、マリオットグループということでですね、オートグラフコレクションというね、LINE からですね、開業するという形でございます。いやー、本当にね、びっくりしました。まあ、本日ですね、株式会社日本セレモニーさんと、マリオットインターナショナルさんの方でですね、まあ、ティアードオートグラフコレクションの開業に向けて契約をね、 昨年2022年の12月30日に締結をね、えー、されていたということを発表されておりまして、2023年7月1日にですね、名古屋の境にて開業するという発表がございました。こちらのね、マリオットのオートグラフコレクションについては、他にはない特徴と独自のストーリー、まあ、メズム東京さんとかね、まあ、本当に際立ってる感じしますよね。際立った独自性や 個性を基準に激戦されたコレクションブランドでございまして、マリオットグループでのプレミアムカテゴリーの最上位に位置づけられておりますと。まあ実際はね、またちょっと別のラインなんですけどね。で、日本国内ではですね、プリンス桜タワーと、プリンス宝ヶ池と、メズム東京オートグラフコレクションに続いて、4件目のね、開業という形になります。こちらのね、ティアドオートグラフコレクションについてですね、今ね、確認できることをちょっとね、皆さんで見ていきたいなというふうに思います。 初めて私のチャンネルをご覧になる方につきましては私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー旅に関する有益な情報と発信させていただいてますまだねチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録ベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただけると嬉しいですということで早速ね内容入っていきたいと思います 行ってみましょうはいこちらですね日経新聞さんの方からね抜粋させていただいてます。名古屋栄の新ホテル、ティアド、ベーマリオットグループ加盟ということでございます。でこちらのですね画像にあります絵につきましてはですねプレジデンシャルスイートのイメージという感じでございますね。7月開業予定の高級ホテルティアド、イラストはスイートルームのイメージ、これね、プレジデンシャルスイートらしいんですよ。非常に楽しみです泊まれるかは別ですすは別ね はいでこちらですね名古屋の繁華街境に7月開業予定の高級ホテルティアドは米ホテル大手のマリオットインターナショナルのグループに加盟するティアドを運営する日本セレモニーが契約を結んだと発表されたと独立系ホテルながらマリオットの予約システムからも予約できるオートグラフコレクションのブランドとなります マリオットさんにつきましてはね、皆さんもご存知、約1億7000万人の会員を抱えるホテルがグループに入ると、会員の、ね、利用が当然見込めるわけですけれどもね、新型コロナウイルスの感染症をして見直しなどで増えると見られる訪日客を取り込むという予定でございます。まあ、名古屋ね、いいんじゃないでしょうか。ティアードオートグラフコレクションは名古屋の見抜き通り。 被災や大通りにに面すすするる場所でで月1日に会議をする予定でございます国際会議に対応できる宴会場やラウンジ、スパ、フィットネスジムを備える客室は150室で全室50平方メートル以上、100平方メートルを超すスイートルームもありますということですね。従業員は日本セレモニーさんが雇用する形でこちらの同社は先ほど申し上げたとおり観光総裁メインで、ね、やってますけども葬儀場であったりとか結婚式場、西日本や 東北地方を中心に運営してきている会社さん、事業法人さんとなります。高級ホテルの経営につきましては、ティアードさんが初めてですということですね。はい。いや非常にね、楽しみですね。はい。で、こちらのね、ティアードオートグラフコレクションさんですけど、パースが若干ね、出ております。先ほどね、ご紹介させていただきました、こちらがね、プレジデンシャルスイートの画像。まあ、本当にね、これ、リビングだけなので、どのくらいのね、広さであり、出身室だったりとか、 バスタブどういう感じなのかとか非常に気になるところでございます。そしてね、インドアプールもこのように備えておりまして、ちょっとね、横幅が狭いのかもしれないですけど、ティアドって書いてあってかなりおしゃれな感じでいいですね。これはめちゃめちゃ楽しみです。そしてですね、オールデイダイニングのテーブルフォートモローというね、オールデイダイニングレストランがございます。こちらもね、雰囲気がかなりいいですね。そして、 プレミアムルームとしましてですね、こちらのですね、ユーフォリアプレミアムキングというね、お部屋のパースなども出ております。こちらもね、非常に楽しみです。これだけでもね、もう50平米超のお部屋となりますので、かなりね、ゆったりとした作りじゃないかなというふうに思います。はい、そしてですね、こちら建築概要になります。所在地、愛知県名古屋市中区栄5丁目1501番ということで、これ、番ンチだと思いますね。 で建物概要としましては、階数、地上14階建ての高さが59.91メートル、延び床面積が2万1561.22平方メートルという形ですね。施設概要、客室が先ほど申し上げた通り、105ずつありまして、ユーフォリアデラックスが50平米から52平米が39室。 ユーフォリアプレミアムが52平米から72平米が98室そしてねスイートルームが13室こちらね57平方メートルから115平方メートルのスイートルームという形になりますそしてねこちらの飲料施設につきましてはオールデイダイニングのテーブルフォートモローっていうのが160室、まあ、これがね多分朝食会場になるんでしょうかね日本料理屋さんでシュハリシュハリっていうものですかね え9席ございます。メインバー、ブルーバーというところが16席。ラウンジがザ・ラウンジということで56席ありますよということですね。で、施設の中にはバンケットルーム、ミーティングルームなどもございますということですね。バンケットルーム281平米とかね、331平米、326平米とかございます。ミーティングルーム、会議室等は。 68平米がね、ございまして、一応2分割可能ですよということだったりとか、あとウェディングでチャペルなどもね、設けられるんですね。これは結構ね、雰囲気良さそうじゃないですかウ。ウェルネスゾーンがあったりとか、屋内プール、フィットネスジム、そしてインルームスパが備わる予定という形です。駐車場につきましてはね、全部で54台バレーパーキングサービス付きであるというふうになっているそうです。で、開業日が7月の1日となっております。非常に楽しみですね。 はいそしてですね、マリオットブランドのですね、まあ、カテゴリーですね、まあ、カテゴリー制度というのは今なくなってしまってるんですけど、まあ、大体のね、あのー、ラインがございます。ラグジュアリーラインとしまして、さあ、リッツ・カールトン、セント・レジス、JW ・マリオット、はいリッツ・カールトン・リザーブ・ラグジュアリー・コレクション、そして W ・ホテル、エディション・ホテル、ここら辺がね、ラグジュアリーラインとなってます。で、プレミアムラインということで、先ほどね、書いてあったんですけど、まあ、ちょっとね、違うラインって申し上げたのがですね、 オートグラフコレクションさんにつきましては、こちらの、ね、コレクションの方にに、ね、入ってくるんだと思うんですよね。はい、ちょっと、ね、戻りますけれども、プレミアムラインとかだとマリオットホテル、シェラトン、マリオットバケーションクラブ、デルタホテル、ルメルディアン、そしてウェスティン、ルネッサンスホテル、ゲイロードホテル、そしてセレクトホテルにコートヤードさんとか、フォーポイントさんとかね、スプリングヒルスイート、プロテアホテル、フェアフィールド・バイ・マリオット、AC ホテル、アロフトホテル、モクシーホテルと。 いう感じですさらに、ね、下に進んでいただきますと、まあ、長期滞在用の、ね、ホテルとかっていうのが出てたりしますけどコレクションホテルにこちらの、ね、オートグラフコレクションホテルさんであったりとかデザインホテルトリビュートポートフォリオ等が、ね、入ってくるので、まあ、ここら辺にね属するという形になりますけれども、まあ、LINE のイメージとしては、ね、先ほど記載があった通りプレミアムコレクションの最上位もラグジュアリーコレクションよりという感じの設定なのかなというふうに個人的に思っております。 はい、そして、ね、運営事業法人のアイ、ね、グループの株式会社日本セレモニーさんのホームページ、えホテル事業を、ね、営んでおりまして、今ね、ティアド以外にはです、ね、豊富グランドホテルさんとか、リーセントカルチャーホテル、ザ・スクリーン、そしてね、弓張りの丘ホテルという佐世保、京都、岡山、豊富、山口県ですかね、に、えー、今、ホテルを事業としてやっていて、今度ね、7月1日にティアドをね、これが。 最上級ブランドという感じになるんでしょうかね。作られるという感じです。はい。そしてね、ティアードさんのホームページ、ゲストの明日が変わるホテル、Tomorrow is another day ということで、ティアードだそうです。はい。おしゃれですね。はい。そしてね、ティアードさんのホームページの方に来ますと、まあ、こんな感じでですね、まあ、パースなのか、も実際写真なのかっていう感じですけども、写真でしょうかね。これがね、ロビーの画像となってます。ここら辺もね、非常におしゃれですね。で、お部屋、ヨーロピアンプレミアムルームだったり。 ダイニングでオールデイダイニングはいそしてウェルネスでプールだったりとかバンケットルームなどもねこのように、はい、画像が出ております非常にね楽しみでございますはいいかがでしたでしょうか、まあ、こんな感じでですねちょっと足早にねご説明させていただきましたけれども、まあ、こちらの、ね、ティアードというホテル自体はもともとですね、まあ、開業予定の中で入ってはおりました、えー、ただですねこの度マリオットと提携を結んでですね オートグラフコレクションとして開業するという発表が改めてあったという形でございます。いやー、まさかね、マリオットさんになるとは思っていなかったです。で、名古屋につきましてはですね、この方がね、まだ先にですね、コンラッドさんとか、キャッスルホテルさんとかね、まあ、ますますこれからどんどんね、ラグジュアリーホテルが出てくると。まあ、これ今、名古屋、愛知県の方でですね、まあ、高級ラグジュアリーホテルをですね、まあ、誘致するためにですね、まあ、支援をね、県で出している。 市なのかなあの助成金とかをね、まあ、手当てしてこういったね外資系の高級ホテルをまあ誘致するためにですね、まあ、企画をされていたわけで、まあ、無事にねそういった企画が実ってですねこういった開業予定がねどんどんできているという形でございますいや本当にね名古屋これから結構激アツじゃないかなというふうに思いますそしてね7月1日開業そのまま行けばですね 土曜日開業ということなんですけれども、これね、価格帯ですね、まあ、最後に触れる形になってしまいましたけれども、一応ですね、50平米超からということにはなっておりますが、過去のね、内容とかを調べる限りだと、10万円からっていう噂もあります。そのままの価格でいくと、7月1日土曜日ということでも、どうですかね。 インバウンド、国内の方は結構ハードル高いホテルじゃないかなと思いますね。それ以外にもね、マリオット系のホテルだったりとか、その他のホテルも名古屋さん、まあ、あるとは言っても、あるじゃないですか。それが1泊10万円を出してですね、そこに泊まるっていうほどの魅力があるかどうか、皆さんどうお考えでしょうか。まあ、私はね、やっぱりせっかくなんで泊まってみたいなとは思いますけど、まあ、継続的にですね、この後も何泊も10万円以上でですね、 えー、泊まるホテル。まあ、10万円超だったら他にも泊まれるよねっていう選択肢がやっぱり増えてきて、競合が増えてくるんでね、皆さんの中で、えー、その10万円出して泊まりたいっていうホテルの上の方にね、食い込んでくるのかどうかっていうのは非常にね、期待だなっていうふうに思っております。はい。皆さん、いかがお考えでしょうか。まあ、オートグラフコレクションの発表を受けてですね、えー、皆さんのお考えであったりとか、まあ、場所柄っていうのを私も土地勘がないので、10万円超だったら、このホテル、 うーんっていうご意見であったりとか、いや、めっちゃおすすめだから絶対止まった方がいいとかっていうご意見とか、地元の方とかね、まあ、ご存知の方からでもいただけると嬉しいです。ということで、まあ、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私ツイッターライン、インスタグラムやってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。 私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の登場レビュー旅に関する有益な情報と発信させていただいておりますので情報の見逃しがないようにねぜひチャンネル登録とベルマークのね通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただけると嬉しいですということでまた次回次の動画でお会いしましょう